10時です。あっぱれ！やってまーす！ルーク浜口です。有野です。アンガールズ山です。アンガールズ田中です。ダルクアンシエル哲也です。頭と心は F カップ、ダリオこと内田ダリアです。ふざけてんな。唇が薄いのがコンプレックスの山本さやかです。もうアホすぎてさやにが自己紹介できへんがなんで頭と心が F カップってどういうこと。アホやんかいな。おっぱいでしょ F カップは、うん、でもおっぱいは F カップないんですけど。ないんかい。その代わりに心は F カップって思ってるんです。なんで頭、頭って言ったよな。頭の大きさも多分 F カップぐらいかなと思ったので。あ、なるほどなるほど。大きいってこと、はい、そういうなんか、うん、アイドルの皆さんがやるなんか、うん、キャッチフレーズみたいな。あ、なるほど。それはすごいこう憧れてて、うん、あ、なんか今、うん、いいの思いついたと思って言いました。いいのじゃなかったみたいな。これどうです。ざわざわざわってすると思うよ。何違いますか。どういう意味っていうのがまず先立っちゃう。もうちょっと分かりやすい方がいいのか。 F カップとか言えへんと思うよアイドルの人は、うん、どうですかさやね。まあ、聞いたことないです。実際その後やりづらいよね。何やねんで、その後で唇が薄いって言ってすごい言いづらそうに言ってたけど、サイズステージで唇薄いのがコンプレックスです、山本ですって言って言ったことないですけど、それも直前に何言ってくれてんだよっていう声が入ってたよね。なんかいや、あのめっちゃ些細なことの方がいいのかなと思ったら、うん、なんかちょっとパンチ弱すぎた。何言うか見えないのね、ダリオって。そうですね。パンチ力は気にしないでいいよ。順番違うんじゃないかなって言ったよな。でもなんかここだったら、うん、なんかアンガールズ田中ですみたいな、うん、そういうのが欲しかったんですよ。なんか AKB48 のみたいなのもなかったので、ね、なんか仮面ライダー、ラルカンシエルのみたいな、はい、そういうのです。ラルカンシエルに歌ったやん。同じラルカンシエルに歌ったやん。ダメですよそれは。ファンに叩かれるよ。ダメです。言えないです。最後ラルカンシエルに入ってくんじゃねえよって言われる。なっちゃうじゃないですか。一回やってみようか。嘘。でも気づかれない場合もありますか。一回最初からやってみよう。本当ですか。やってみる。あっぱれ！やりまーす！ヨルク浜口です。有野です。アンガールズ山根です。アンガールズ田中です。ダルクアンシエル哲也です。ダルクアンシエル内田理央です。NMB48 山本沙耶香です。おかしいです。すいません、ごめんなさい。沙耶香が辛すぎる。おかしい、違和感ありました。私だってダルクの方がいいわ。ちょっと違和感薄いな。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 じゃあ NMB 先にしてほしい。そうやね。なんかいつもここでその羨ましいなって皆さんのこと思って、働きがねあるから。なんかレプロエンターテインメント所属の力。別にいいのちょっと違うじゃん。それ事務所だよ。事務所だよ。仮面ライダー、仮面ライダードライブに出てましたって出てましたって。なんかちょっと微妙じゃないですか。そういうの欲しいよね。ドラフトでもさ、新日鉄酒井、野茂英雄みたいな、俺もやっぱつけたかったもん、学生の頃。新日鉄とか、なんで新日鉄だよ。そんな憧れあんねん。憧れありますね、肩書きみたいな。ありますよね。今後どうしようかなって思ったの、今日が第一歩だったんですけど、うん、だから今後かあのグループ名とか勝手に使えば、はい、いろんなところの。え、あるあの既存のやつもですか。勝手に入ってった。勝手に入る。入ってもいいんじゃない、うん、怒られません。いや、なんかそこに愛情があればいいんじゃない。大丈夫、愛があればいい。広島東洋カップ、うちなみです。でも明らかにありえないですもんね。ラルカンシエルも明らかに明らかにありえないもん。なんかちょっとぽいやつも、なんかちょっとぽい名前よりも、NSB とかだとちょっと近いかもしれない。俺みたいになるよりは、ありそうやもん。全日本プロレス、内田理央さん。そうすればいいんですかね。
ね。それでいいと思うよ。全日おっぱいやん。信じちゃうじゃないですか、それ。信じないわ。本当ですか？全日から新日に移籍しましたとかでもいいし。信じないですかね。信じないよ。本当に大丈夫ですか？大丈夫。じゃあちょっと今後は考えながら。毎回そのどっかのグループに。どっかのゴールデンで言ってたりして、トン滑りしてたりして。あかんで。やばいやばいやばい。やばいやばいみたいな。ここでさえもちょっと勇気が必要です。もうね、選挙の結果は出てるんですよ、実は。はいはい、でも、ね、すみません、聞いてる人も分かってると思いますけども、うん、今回録音なんで今回録音なんですよ、はい、今回録音なんですよ、うん、なんでね、我々触れられません、はい、惜しかったね。なんで甘くちょっと、いやいや、本当に堂々の堂々の結果が出てるですよ。まあ、ないでも堂々のね、堂々のやもん、ね、堂々の相手つければ ね、 うん、来週に、おー、来週我々はちょっとお話ししようと思ってますので、楽しみにしておいてください。はい、それは、うん、すんません、ほんまに。山本さん、唇薄いの嫌なの？そこ広げなくて大丈夫ですよ。まあでも嫌なんですよ。おー、そう、薄い。はい。上唇かな。そうです。上唇が薄い。そうなんですよ。あ、本当だ。ダリオさんとかなんかすごい綺麗。分厚い。私これが嫌ですもん。大きい唇。ですよね。ちょっとアヒルっぽいじゃないですか。アヒル口っぽいのが可愛いですよね。アヒル口って流行ったな。できんの？できんの？でも私の場合はキュッてしなきゃいけないけど、うん、唇がその形だったらキュッてしなくていいじゃないですか、うんうん、確かにね、もともとちょっと なってるっていうか、うん、でも笑うとなくて、うん、もうすぐ歯みたいになるんで笑うとすぐ歯それが嫌なんです。顔面の裸すぐ歯唇を間に入れてよ笑うとすぐ歯それが嫌なんです。ステージで言うてんの？笑ったらすぐ歯って言ってないです。それはちゃんとあるんですけど、私これずっとすっごい唇が薄かったんですよ。家族も全員すごい唇薄くって、で固定ってしてるの今。そうなんです。小学あれは3年生ぐらいだったんでしょうか、なんかその冬で空っ風でカサカサになっちゃったんですよ、うん、そしてなんかその時になんかこう、なんか小学生が読む漫画雑誌あるじゃないですか、うん、少女漫画の、うん、全員仲良しとかリボンだな。あ、そうです。それの全員大サービスで500円切って送るとリップが届くっていうのがあって、うんうんうん、全プレ、はい、それでリップを、うんうん、もらっ、それで買って、うん、つけたらそれが合わなくって、うん、ああ肌に合えんかったね。それからこうなったんです。嘘やろ、そうなんですよ。なるよ、そんなわけあるじゃん。なんかありがたいやん。そうなんです。あの頃は嫌だったんですけど、うるわしのぽってり唇やん。それが原因なんで、何が起こるか分かんない。全プレやってた方がいいな。全プレ、全プレのリップでこうなるかもしれない。合わなかったやつもやばいよ、ちょっと。合わないリップじゃ塗りゃいいじゃん。じゃあ合わないリップを探せばいいってことですね。難しい話やな。難しいですね。合わないやつを探す。合わないリップとか。なるほど。リップね。でもキスとかいうことに関しては、分厚い唇の方が興味ある。キス？キス？キッチュする相手としては。キッチュさんですか？キス。あ、キスね。キスはやっぱ分厚い唇の人とする方が、うわー、キスだってなるよね。そうだよね、みんな。でも薄いのはどうかと思わない？薄いのはどうかって、もう思う。おう、どっちでも思うけど、うん、やっぱりボテーっとした唇のキスってやっぱいいよね。いや、ズドーンキスってくるのよ。唇ちっちゃーみたいなのいいよ。いいんじゃない？なあ、うん、口はどうで、唇薄い人としたことありますか？うん、あるかもしれん、多分。どうでした？僕あんましたことないんですよ。いや、でも、そんな田中さん水ですよね。うん、俺はそんなに、うん、まあ普通ぐらい、うん、山根ぽってりやん。うん、山根はちょっと、いやいや、もうぼってりとやしたことあるのよ。薄い人としてみたい。だからサイアメイトだったら今してみたい。なんでやねん、どういう感じなのかは。なんでやねん、なんでそれが OK されると思ってる。唇薄い人とのキスあんましたことないんですよ。あ、そうか、じゃあサイアメイトに聞いてみ。いいって、いい、ちょっと、いいなんですよ。がわからん、信じられないんだけど。こっちですよ。生きると思ったの？もうダーリオが煙たい顔してる、ずっと。もうダーリオみたいな唇の人とはキスしたことあるんだ、ね、経験済みなんですね。振られました。したことあるんですか？田中に振られました。なんかサイヤが聞いてるで。なんでなんで、キスしたことあるんですか？なめんなよ、おい。わし40やぞ。
なんでかいじゃないの。馬とイン馬ともあるし牛ともある。あ、それはロケでしたことある。馬と牛もしたし。人ですか。人ですか。メス。あ、違う違う、メス牛ともしたし。サヤネが聞いてる。なんで人とあるんですか。人とある。ふざけんなよお前。人からメスはあるんですか。あるよ、分厚い唇の女性としたよ。うん、うん、まあすごかったよ。吸い付いてきたわ、わしの口唇。青やこいつ。いや、すごいからやっぱ。彼女ですか。うん、そう。へえ。あ、そうか、恋愛とか聞いたことない、田中先生の。ないです。でもなんかその番組とかでやっぱり芸人さんとかだと吸ったりするのかなと思って。芸人同士で吸ったりって、吸ったりするのかな。唇吸い合ったりしたり。キスを吸うものとして捉えないで。あんま吸わないからね。完全に吸う。全然知らないじゃん、キスについて。吸ったんですよ。吸ったんか、唇吸ったんか。吸ったよ。いい加減にしてるだよ。チュとは言うけど、恋愛禁止やから。あ、そうです。そうそうそう、スータンか、スータンか、そういうこともあるやろ。キスしたんかって普通聞くの。田中チュビルスータンか。スータンか。おじいちゃん世代の。もう一回聞いてあげてよ。もう一回聞いてあげてよ。僕は何何スータンか。いや、なんかやっぱ番組とかでもされてるので、唇スータンかなって。はは、吸いはしないよ。キスはしたけど。おもろいな。下唇じゅっと伸びるやん。さらっと言われるの面白いな。いや、唇吸うたんかな思いました。吸わない、吸わない、キスは。芸人さんなんで。芸人さん。誰だよ、唇吸うたこと。やめて、そういう俺が。キスをするよ。アヒル口とかってさ、よう昔よう見たけど な、写真とかで鈴木亜美ちゃんとかな。ですね、そうだね。最近ないよな、こう目を追った時にさ、なんかこうアヒル口してる子とかって昔ちょっと変わらんかった。あれに可愛いとか思ってたけど、この前久々にアヒル口してくる女の子を見たのよ。ちょっと笑って思って。目合わせながら。目合わせ。でもあの明らかに作ってるやつね。あれや、あのコント侍の、うん、あのエキストラに女の子とかがおって、うん、でパッて入って。その子とパッと目が合ったのよ。おはようございます、おはようございます。パッと目を追ったら、おはようございますって言った後に、そのエキストラの女の子がすごいアヒル口したのよ。後付けの、後付けのね。おったおった、昔と思って、もう懐かしくてめっちゃ笑ってもうてんだ、その人。いや、確かに急増のやつでちょっと見れないですよね。もうビューティーできる、できる、やった。こうですよね。違うわ。ああ、でもそうです、そうです。ああ、なんかちゃうな。違いますか。なんかブサイクやな。え、もう一体何なの。どれがアヒル口のやつ。え、カッパ。カッパの口。それカッパ口。その後流行ったやつ。流行ったんですか。その後流行ったよね。アヒルの後カッパ流行ってへんわ。カッパ口流行ったよ。どうね、レナちゃん。どうね、レナちゃんね。どうね、レナちゃん。カッパ口流行った。流行ったよ。どうね、レナちゃんでしょ、それは。違う。ナチュラルのカッパ口なだけで、アヒル口をやってんの、俺は。あ、全体的にカッパやからカッパ口見られちゃう。ここだけはアヒル。これも流行ったよ。今流行りの唇ないんだっけ。今なんかないの。何が流行ってますかね。何ですかね。でも今なんか、このなんて吸引する機械みたいなのがあって、で 目だったらアイプチみたいなのがあるじゃないですか。ちょっと大きくするってこと。ちょっとそう大きくする、口をなんか吸引して、なんか吸引すると赤くなるじゃないですか。それで唇の幅を大きくするみたいなのあるんですよ。もう掃除機みたいなことだ。でもそれ、あ、でもそうです、掃除機みたいな丸い感じでチャーって。普通にドラッグストアとかで売ってます。充血させてってこと。はい、充血させて。じゃあね、それ使った。それいいですね。口吸引するのいいなって。地球にそれこそスータンカーって聞くけどね。唇大きくなってるけど唇スータンカーって。唇スータンカーって野球で勝ってはいって。いろいろあるんやな。やってみたら。やってみます。でもこれままでええけどな。いや、それのファンがいるからね、また。そうですかね。笑ったらすぐハーがいいって。すぐハー。ちょっともう要素が多すぎに。しゃくれてて口ポッテリしててってなってきたら。ああ、そっか、バランス悪いですかね。一回やって見てみたいけどね、その分厚いのも。いや、顔って微妙なもんだから、今、これバランス取れてるけど、唇ポテッとしたらブスになる時あるからね。え？みたいな。わかんないよね。ちょっと教えてよ。
スルしてた。さやにやばいわ。やらない方がいいわ。あの笑わずにすぐ歯やもん。そう。ネクタあかんな。絶対やんなよ。やばい。あかんあかん。鼻の下短すぎるわ。さやにあかんってその本当だ。絶対今のままの。じゃこのままでいいです。ほんまちゃんとボッテルくじ引きになったな。はい。あげたらそうですけど。あります？コンプレックスとか皆さん。あります哲也さん。ないんでありますよ、ありますよ。何ですか哲也さんのコンプレックスって。コンプレックス？ちっちゃい頃とか。やるでしょ、いっぱい。そうですか。いっぱいありますよ。ベース上手くなりたいとかね。いや、まあ、そうコンプレックスじゃないの。昔はあったかもしれんけど。俺、目大きいって思っててんな。はい、パッチリお目目、どんぐりお目目やと思ってたのよ。自分のこと、自分のこと鏡で見るからさ、大きいやん、近くで。で小学校ぐらいの時か、中学の時そうやって思ってて、でザ・ベストテン見てて、吉川晃司さんがその時に新人としてデビューしてきて、吉川晃司ですってやってて、吉川晃司さんってほら、あの当時にしてはこう目ちっちゃい人やったのよ。そう、醤油顔というかさ、切れ長のね、切れ長の目やってる。パッチリしたアイドルが多かったからね。そうそうそう、アイドルってなんか男の人の目がパッチリの人が多かった、ね、なかなか珍しかったってんな、うん、でそれを見て、うわーって目ちっちゃいのにアイドルとかこうやってテレなんか、やねんてとかって、こんなん目ちっちゃいのに素人やね、中学の時に、こんなん目ちっちゃいの何がアイドルやねんとかテレビで言ってたら、おかんもあんたもっとちっちゃいねんって言われて嘘やろってちっちゃないわってそれから俺目ちっちゃいのすげえコンプレックスあ、気づかされた。気づかへんが、自分のことはどんぐりお目目やと思ってたの。お衝撃やった。親に言われたの覚えてる。俺もなんて言われた。俺も小学生のもう手がなんか、指が長かったんですよ。長い。それである日お父さんに、お前カエルみたいな手やなって言われて、それがすごいコンプレックスになったから俺カエルってあれ親絶対言うたらあかんよな。決して良くないものだよカエルみたいな手って。いやって言われるもんな、カエルって。それがすごい意外と親に言われたことで覚えてて、ショックショック、友達に言われるショックやよな。そうそうそう、俺だけは言わないでくれみたいな。俺だけは言うたらあかんわ。俺でも心の傷として確かに指めっちゃ長いな。でも長いし、うわもうカエルみたいな、カエルみたいな、そうみたいな、カエルや、カエルや、気持ち悪いね。ふざけんなよ。すごい長い。でもそう、で本当に長いのよ。手相もなんか変わってる。手相変わってんな。なんなんさ、物干しだよみたいな。物干しさ、手相違う。横に。物干しだ。なんだっけ、天下人のやつちゃうのそれ。こっちは分かれてるんですよ。右手は、僕は。で、左手が繋がってるんですよ、この。まっすぐ太いの一本ね、横に。なんだっけ、天下取る人の指は、マスかけ線やったっけ。じゃないの。全然天下取れないよ。どうなってんのこれ。でまあまあいるしね。あ、そうそう。まあまあおんねん。これは割合そんなに珍しいことじゃない。あ、そうなんや。でも織田信長とかがそうだったみたいな。なんか言うよね。そうもあるけど、そんなに織田信長いっぱいないでしょって思う。結構見るから。まあ嬉しいこと言ってくれるからね。まあ嬉しいこと言ってくれます。確かにね、親からはねショックやな。そうですね。めっちゃ渋いかもしれない。でもブサイクだから俺らは。そうね。コンプレックス、そうでねえじゃない。コンプレックスが多すぎて、もう1個2個ぐらいのやつ我慢しろよって思うんですよ。イケメンの人がちょっと。それこそさやねが唇薄いのぐらい、全然いいわと思って。コンプレックス。傷の一つでもないわと思っちゃう。じゃ見られるとね、なんかこう自分が見てるのと例えば映像に映る自分見るのと全然違うくないですか。違うみたいね。そうですよね。それ見てショックなんですね。すげーイケメンの人がすぐ肩にほくろあるの気にしてたんですよ。そんなの普段まあ見えないじゃん。こっちはそのほくろを顔面につけて歩いてると思ってくれっていうの。コンプレックス顔面。コンプレックスだらけをつけてるもん。もろかだしで背中のほくろが顔面だそう。本当ですかそれ。そう。何でもコンプレックスだと思うね。でもそうやよな。いや俺中3ぐらいの時ぐらいにもう今のすね毛の濃さやったのよ。結構濃いの。
今は別に全然ええけど、結構わーって生えてんねん。え、そうでもなくないですか。これ今、でもこれ中3でこれやったの。でも40超えてちょっと、少なくなってきてるから。悲しい。胸毛が少なくなってきてね。足の毛減ったら、でも中学高校の時ボーボーやったから、20代か。減るんですか。蚊が死ぬぐらい。吸いに来た蚊が死ぬぐらいもじゃ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 やった確かに、40超えてちょっと少なくなった悲しいな毛髪力は弱くなってきた悲しいなもっと多かったのにほんまにやっぱこれコンプレックスやって、中3ぐらいになって体育祭とかでわーって集まって合同練習の時に、中1の女の子がなんかもう俺のスネ毛見てキャーとか言って逃げるみたいなことされたのよ。めちゃくちゃ傷ついて、やっぱ目立てたやろ。そんなにいっぱいいないんで、ちょっと毛が濃い子がいると目立つからわーってキモい言うてたやろ。正直すごいなって。ほんま。ひそひそ喋るやろ、それはな。そうですね。キャー言われて、キモい言うて逃げられて、人生で初そん時キモいやったのよ。めっちゃショックやって。いろんなことしてたよ。もうそのムダ毛を金髪にしたらなんか目立てへんらしいって言って金髪にするやつやみたいな、ね、脱色とか言いますね。脱色したもん、ほんなんゴキブリなしみたいになったよ。余計気持ち悪くなってマジでやばかった。ほんまに気持ち悪い。ほんまにその一言が俺傷ついて死にも高校時代は、だから体育とかあった時に、とにかくスネ毛のその面積を減らそうと思って、できるだけハイソックス履いてたのよ。それもでもちょっとでもハイソックスを忘れる日があんねん。ほんなら違うクラスのアリノにハイソックスを買いに行くよ俺。最悪ですよ。1時間目に買いに行くんですよ。1時間目に買いに来て体育やって返してくんねんけど、もうびちょびちょですよ。ほんまに土下座してたのね。アリノほんまハイソックス貸してくれって。そんな嫌だったんですか。そんな嫌やって。もう短い、でもクラスに俺も腕毛の濃いやつがいて、それでいじったんですよ。腕毛すげえあるじゃんって言ったら、そいつが男の勲章やって言って、それから濃い方がいいなって思いました。なんかすごいプライド持ってたのよそいつ。いや俺その勇気があったらな。もうなかったのよ。そう言われたら、ああそっちの方がやっぱそう男っぽいっつったらそうかって、なんか少ないのが今度恥ずかしくなってきて、そうか、なんか叩いて増やしたり増えないんだけど、みたいな、なんか増えないかなとか思い始めたら覚えてる。そうやって言える強さがあればな。あじゃあもう気持ち悪い、かわいない言われたら男の勲章やって言っちゃう。勲章じゃないでしょまず。ピンとこないから。あ、そうっすか。ピンとくること言わないと。そっか。顔面には勲章なれへん。勲章ならない。あ、そうですか。もうあの思春期の時に言われる一言ってやっぱ相当覚えもんね。めっちゃ覚えてます。でも私もあります。言われた？なんて？私ももう小学校5年生、6年生ぐらいからこの感じだったんですよ。なんで当時は身長とかも結構大きい方で、だったんで、そう、クラスメイトの男の子に、このケツデカ女みたいな。そんなケツデカかったの？もう今の体型やったってこと？だったんで。でもそれぐらいやったら男子に勝てんじゃないの？あーまあそれは持ってなかったんですけど、やっぱ女性らしい体になってきたので。そっかそっか。その頃に言われて、ケツデカ女の何が悪いの。女の勲章やって言ってるの。でもまだその幼い体してる中、ちょっと女のらしさが出てきたら男は言うかもね。でも高学年の女子やったら男子に勝てるでしょ大体ね。そうですね。なあ、確かに浜口ボッコボコにされてました。俺は女子にガチでボコボコにされたから。なんでですか。え、悪口言うとか。そうなんですよ、男の子言うんですよ。そもそも悪い。悪口言っていつも逃げてたのよ。で本気でやったら勝てるって周りに言っててんけど、一回休み時間が終わってイエーイって言ってそいつおちょくって席に着こうと思ったら、チャイム鳴って先生来る前の本当空白の時間ってあるやん。空白の時間で廊下に出されて、その女にボコボコにされたの。先生が来る本当のものの 2,3 分フルボッコにされた。泣いたね、泣いたね。ボコボコにされて、ボコボコにされて勲章やな。その女の子勲章やな。マジで強かったそいつ、ほんまボコボコ。めっちゃ良かった。情けない先輩な。情けない。じゃあ曲いきましょう、哲也さんの。はい、哲也でメイクアウィッシュ。
この番組は遊び、癒し、宿泊の総合リゾート長島温泉長島リゾートの提供でお送りします。よいこありのです。浜口です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。さあメールいただいております。はい、あ、これですね、先日放送で、文化祭の T シャツを作るかどうかという知らんがなメールを紹介したところ、思わず知らんがなと言いたくなるようなメールがまた来ましたので紹介したいと思います。メンバーが答えたという気分になればメールにお答えしてください。よろしくお願いします。ラジオネームは刈り上げ委員会は堺市の方がいただきました。あっぱれ月曜皆さん、こんばんは。こんばんは。田中さん、こんばんは。わねよ、私で。僕はくるみが食べられません。殻を割った時の中身の形が脳みそに見えるからです。皆さん、くるみはお好きですか？知らない。美味しいよ。だいぶ知らんがなのメール来ましたけどね。じゃあ栗とかもダメなんですかね。栗の方が脳みそっぽいよね。そうですよね。確かに、うん、薄皮付きの状態なんか特にね、うんうん、白子も食べれないの。あ、飲めそうっぽいよね。違う意味で美味しいのにね。美味しいのに臓器っぽい、なんか耳垢みたいに見えるけど、なんかあのくるみの方がなんか、あ、耳垢でっかい、あ、巨大なやつね。巨大なやつ、ね、何年ぶりかに出る、うん、巨大なやつ、三半規管みたいな形。そうそう、保険の三半規管ごと出ちゃったのかなとかいうやつ。くるみの形って、三半規管ちゃうかこれみたいな。大丈夫、戻そうかな。いや、三半規管出たんじゃねえか。なんでくるみから出てくるの。くるみ、確かにあんまりわざわざ買って食べないけどね。うん、なんか、まあね、なんかのナッツかなんかのに入ってるやつをちょろっと食べるぐらい。なあ、くるみだけを買えへんもんな。でも好きな人はいるよね、くるみ。好きです。うん、割って食べる？あれ。割った後のやつしか食べたことないですね。あ、割れんの？肩でガーンって割れんの？あれ、割ることってあります？じゃあ聞いちゃえんやん。くるみ2個持ってガリーンって。え、でも大体割った後の、うん、なんかその、うん、いぶってあるやつ、いぶしてあるやつとか、剥いてるやつな。剥いてあるやつが大体、剥いちゃいましたね。はい、大体そうですよね。まあ大体その自分で、うん、なんかくるみ食べようかなって割ることってあんまないですよね。まあないわな。くるみで行く？この話。あ、ちょっと一個気になってんけど、はい、マンゴー買ったって言ってたやん。あ、そうなんです。そうだ、言ってた。どうなったあれ？マンゴー、あの後すぐに食べましたよ。難しいぞって言ってたやん、みんなで。それで、まずマンゴーを横に置くっていうか、横長の状態で置いて、で、切って、あ、じゃあ縦長の状態で置いて半分に切ろうとしたんですよ。そしたらやっぱり種があって、うん、だからちょっとでっかかったやろ。3等分ぐらいに分けたらいいんじゃない、真ん中じゃなくてちょっとずらしたら種から外れるんじゃないかなと思ったんですけど、まだ種があるんですよ。そやろ、でっかいもん。言ったやろ、俺は言ったでしょ。私言いましたよね、マンゴーの種はでかいぞと。そしたらもう切るところがないじゃないですか。そう言いましたよね、私ね。マンゴーの種は何回か包丁ってみたいな。だからもうどんどんそのマンゴーにこう切り、切りがついてきちゃって、でどんどんずらしていって、どんどん外側に行ったら、やっと切れる場所があったんで切ったんですけど、今度はなんかその種から出てる繊維みたいなのがうじゃうじゃにあって、あるあるある、トウモロコシのヒゲみたいな、はい、みたいなのがあって切れなくって、もう本当に1センチぐらいの本当外側で切ったんですよ。でそのもうだから薄々の両端のマンゴーは一応このなんていうか線をサイド目に入れてこうひっくり返したんですけど、真ん中のそのほぼ全部分のどうやって食べればいいか分かんなくって、あれ一応かぶりついたんですけど、なんかサイコロみたいにしたら簡単でしょあれって言ってたのに。でもだからサイコロってのはほんと一部分で、この真ん中のどうすればいいんですか。あれは横に切んねんで、横に魚の三枚におろすみたいな感じ。へー、あの真ん中にでっかい種があるわけよ、はい、あれが魚の骨みたいな感じでさ、三枚にこう上と下で切ってさ、はい、で切って皮を下にやって軽くこうサイコロ型に切るっていう。だからそれこそなんかもう
ぐちゃぐちゃになっちゃってもう台所でむしゃぶりついたらええねんもん、まあ、やっぱそういうものなんですかね。なんか台所で皮ブイーって皮だけむいてむちゃむちゃむちゃって一番うまい。もうそれをするべきでした、うん、なんかそんななんかおしゃれにむくもんじゃなかった思ったよりできへんやろ。次買ったら配送します。そうやろ、はい、さあ、うん、他にもいただいております。これは、はい、浜松市はラジオネームうなぎの天ぷらさんからいただきました、はい、あっぱれゲストの皆さんこんばんは、まあ発見しました。チーズが嫌いな女性はいないということです。そして女性が持っているハンカチは絶対にタオル地であるということ、正解でしょということです。ほんまや、正解や。チーズ、さやねえも誰も大丈夫。私大好きです。さやねえ大丈夫。私も大好きです。イタリアン好きやもんな。あ、そうですそうです、ね、チーズ私嫌いなんですって言わへんか、女子。見たことない。でフェイスタオルよりもちっちゃいタオル地のやつ使うよな。そうそうそう、これちっちゃいハンカチ、そうですね、本当にハンカチみたいな、うん、ちっちゃい4等分ぐらいの。誰持ってへんやろハンカチ。持ってます。持ってんの。なんか泣きそうだなって時は持ってます。泣きそうだな。何あ、いう時それ。感動 V を見る時、はい、感動しそうな映画を見に行く時は。ああ、そういうこと。天気予報見てて、あ、今日泣きそうだなみたいな。雨や、雨降りそうやなみたいな。タオル地のはその時も持ってないの。じゃあでもタオル地じゃなくて、私は結構ペラペラ生地派かもしれない。あ、ちゃんとハンカチもあります。あれ崩れてんじゃん、その人の理論。うん、大体がタオル地。あ、絶対、あ、絶対にタオル地って書いてあるわ。でも俺の女の子の感じは大体空心菜頼むってあるけど。あ、空心菜あるじゃんって言って、うん、中華、中華で、中華行ったら好きですね、ガーリック炒めね、空心菜好き、あれはうまい。俺も頼む。空心菜あるじゃん、お前かけないよ。え、俺も頼んじゃうよ。おもろい顔で言うなよ。いや好きですもん、あれ。空心菜頼むよね。ピータンと空心菜絶対頼むよね。あー、ピータン頼まない。ピータン頼む？ピータン美味しくないもん。あれ、ピータン違う？今の子違うの、ピータン。私ピータン好きですね。なあ、女子ピータン。ダリオは？あんまり頼んだことないです。毒ゆで卵みたいなやつ。なあ、そうそう。俺ピータンやだな。食欲湧かないんだもん、俺。うん。な、俺、女子のって言ってねっけ。ピータン嫌だな。嫌だな、俺。でも女子のみたいなのって多くないですか、結構なんか、アボカドとか。アボカドも好きやな。アボカドのメニュー絶対注文するよね。うん。シーザーサラダの方が好きやな。あ、好きですね。あ、好きやな。俺も好きやもん。田中も好き。おっさん入ってくんない。シーザー好き。俺も好き。シーザーサラダ絶対頼む。シーザー好き。でも女子ってことでいいですか。うん、女子の感覚に近いかな。女子と分類してくれてもいいよ。そうですね。女子、あの、野菜の、野菜を何かにつけて食べるやつ。バーニャカウダー。バーニャカウダー好きです。大好き、大好き、大好き。女子やよ。温野菜の。温野菜と焼き野菜のバージョンもあるよな。そうですね。さやねより早く入ってくんないって。絶対頼むって入ってくんない。女子ってさ、デザート頼もうってなって、はい、何しようかなってなって、でも一回メニュー見たいって言うよ。絶対をまず見て言う言う。そうそう、そうなのよ。返してたらだからまたメニュー持ってきてくれないって言わないといけないのよね。そう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 。ほんで、あの、みんなバラバラの頼むよね。そうそう、バラバラ。絶対カブタの頼めへんよね。そうそうそう、シェアしよう。あ、もらうために、もらうために一口ね、シェアするために、はい、あれ一口食べるって言えへんかったらすげえ嫌がられるらしい、女子から。うそ、こう食べたいねんって、ここにあるやつも。あ、全部俺が、いや、あの、一口は、うん、テーブルにあるのは全部自分のもんみたいなことや。いや、人のものっていう認識あるんですけど、シェアしたいねんな。はい、なんか一口食べたくなっちゃう。エクレアでも、うん、エクレアでも一口ちょうだいって。いや、それは最初に切っとけよみたいなことじゃない、ね、言って。ミルフィーユは、ミルフィーユでも一口あげなあかん。はい、ズルっていくけど、あれ絶対。だから男子やったらもう最初の一口どうぞじゃない。ああ、そうそうそう、先あげるよって。いやな、先ミルフィーユどうぞ。いやな、絶対先っちょ欲しいでしょ。うん、角あげるよって。角、ケーキの角ってことですか。うん、とんがってるとこでしょ。確かに美味しいです。うわ、絶対嫌や、俺あげたくないわ。そうな、女子な、うん、勧めてこられた時に断れないっていうのもあんだよな、女子が。女子が勧める、その彼女とか奥さんとかが、うん、いや、これ美味しいから食べてみなよって言われるんだけど、うん、別に今それの気分じゃないんだけどっていう雰囲気出すと、なんか不機嫌になる。あ、あります。
ますよね。あるあるある。あ、これ美味しいからって思って、うんうん、好意で進めてるんだから、うん、これは食べてよっていう変な空気になるんじゃない。そんなんもう全然乗っかったらええやん。美味しいから共有したいってやつな。うん、そう、乗っかったらいいんですけど、うん、でも今俺その気分じゃなくて、うん、今俺のやつの美味しいタイミングだから、今はこっち行っときたいんだけど、これ食べてる途中で、ちょっとこれ食べてみなって言われて、いや、こっちでお腹いっぱいになったら、これ楽しんでんのにっていうのがあるんですよね。うん、俺ポン酢で今美味しい口になってるのに、なんでマヨネーズ炒めみたいなの。あるんだよなこれ。そうなんや。どうすんの、断らない。いやいや、もう結婚してからはあのもらうようにしてます。ああマジで。うん、でも忘れて、うん、ちょっと待っといてで変な空気になります。なんかご飯とおかずでお腹いっぱいになってて、うん、ああこれは美味しいもん食べたって思った後、なんか女の子絶対デザート頼むから、うん、そのデザートの美味しいのを一口どうぞってくるな。そうそうそう。あれ嫌やねんな。そう。俺断りますよ。そうなんや。11年目にして俺そういうの絶対嫌やからって言いだした。今更今11年目にして言うた。告白したね。全部乗っかってたんやろ。全部乗っかったけど、もう無理だと思って。それでな、言われないんすか、なの今まで、うん、あのそんなこと言ってなかったのにみたいな。うん、我慢してたって言うた。うわー。ああいうのはほんま全部乗っかったよね。全部乗っかった。ワンちゃんとか飼ってんだっけ。ワンちゃんも犬猫飼ってんのか。犬も猫もおるよ。ああいうのは、うん、昔もこのラジオ昔から聞いてる人分かるけど、うん、絶対嫌やったのよ。動物飼うとか嫌や、うん、信じられへん、うんうん、何考えてるか分からへん着物をなんで置かなあかんねん。犬も猫も飼ってんねん。犬さん猫一ですよ。それは意見は言ったんですか、その飼いたくないみたいな。飼いたくないは言うてないね。子供はちょっと落ち着いたからちょっと犬欲しいんだけどってなって、ああそういいよって、うん、でも今でもどこかでなんでこいつっているんだって思ってるのか。思ってる。それどっかで言うんじゃん。20年目それ奥さんショックじゃない。11年。それは知ってる。なんで買うのっていう話もずっと、ちっちゃいから可愛くないって話をされて、可愛いかどうか分かるけど、だってこいつ自分でうんこあの直せへんでってしたらしっぱなしやんって、うん、その世話ごと楽しいんじゃないみたいなことさ言われて、俺は絶対せえへんでっていうので、う契約は交わしたよ。あ、してないの実際。トイレの掃除は全然しないの。まあ奥さんが可愛いから飼ってるっていうことですよね。だから、うん、それだったらまあいいでしょうね。まあね、うん、いいと思うねんけど、ただ、うん、俺があの床で寝っ転がったら犬が全部来て全部俺の体を舐めてくる。かわいい。そうそう、地面にねこう、うん、寝そべると喜ぶよね。自分の目線に来たー。どういやもんじゃん。うわ行っていいのかなと思うんだよね。犬もベロベロ舐めてくるんだよ。ズイズイって押すねんけど。もうこっちの怪我とか無視するよね。うん、こっち怪我しそうとか思わないのかなって、ガーンってきて、うち大型犬だから、ドス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 って言って、うん、お前の爪が俺に引っかかってるよとか、半ズボン履いてねん今日っていう時とかな。そうそう、まあしょうがないわって我慢するんだけど、それが可愛いっていう感情なのかなって思い出してる。あ、まあ変わるもんやな。というわけで、忘れた頃にやってくるアンガ田中のアンケートを紹介しよう。何それ。いろんな番組のアンケートに真面目に、そして几帳面に記入するアンガ田中のアンケートを極秘ルートから入手しました。いい、面白いと思われた。そんな貴重なアンケートを紹介していきましょう。いや、今回は某アイドルグループのトーク番組に出演した時のアンケートです。なんでそれがここにあるの。どの番組。こうあの皆さんには見せましょう、この番組です。すごい。この番組のね。はい、さあどんなのがあるんですか。バラエティ番組に出て学んだこと、ばっちり書いてくれてますよ。3つ書いてるけど2個カットしますね。はい、スタジオに入った時にできるだけカメラさんの顔を見て挨拶しておく。カメラマンも人間ですから抜いてくれたり笑ってくれたりする。おー、いやーこれはなんかやるようになったんですよね。いやこんなんや発表されたくないけど。やっぱり人間なんですよカメラさんも、うん、本当に。そらそうですよ。でカメラさんとかが笑ってくれるっていうのはすごい大事なことだし、一番この客席に近い位置にいるから ね、 確かにね。その客席と演者ので、そういう人たちが笑いを逃さないように撮ってくれるっていうことが一番大事だから、びっちり書いた上に
もう一個書きたいっていうので足してるのがありますね。バラエティ番組に出て学んだこと、滑りそうになったらよだれを垂らす。あれわざとなの？わざとじゃないけど、うん、いけるっていう時あるんですよ、よだれが。頑張る時があるんですよ。溜まってる。うん、ああ、溜まってる時あるんですよ。溜まってる時あるんですよ、これ、気づいたら。これでも、よくあるって、もう一回の収録に必ず一回はあるんですけど、今いけるっていう時、その時にダイナミックに喋ってる、見る時はある。一回って。出ろ、出ろ、出ろ。もう出ていいよっていう。今のこの空気だったら出てもウケるっていう時。飲まずに出しちゃう。で、出した時はある。でも大会は予想外の時に出る。ダラーンっつってて、制御できてない。うわーって言われるっていうのは多い。予想外の方がね。ただまあもう最悪もう滑る時はあるんですよ。何年やってやろうが。そりゃそうですよね。そしたらまあよだれに助けてもらうみたいなことある。だからすごいものですよ、よだれって。そうですね、垂らせばとりあえずその場が大惨事になるんですよ。滑ったってことがチャラになっちゃう。俺が滑ったことなんでもう誰も覚えてない。そんなことが起きたら。それをアイドルに教えてんの。アイドルに教えるみたいな。だってドリフでもさ、なんか最後ダーンって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 なるでしょ。ドリフのってやつ。ただ内容とかあんま覚えてないよ。もう最後ダーンってなっちゃったなっていう印象。ああ落ちた落ちたみたいな。そう、それが俺のよだれなの。なるほど。これ NMB のとこにこのバラエティ番組に出て学んだことで。この講師来たらどうですか。いやーやらないと思いますけど、でも、うん、若い子がいるんで、うん、そうね、もうそんな先輩が言ってるってなったらやる子はいるかもしれない。はいはい、あそんな、あよだれ溜まることあんねやって思うかもしれんってことや。まあでもそんだけの唾液量がまずないですけどね。若い女の子が喋っててよだれ出たら、うん、俺は気づかへんふりするけどな。まだ気づけたら、ね、気づかんとったらあかんのかな。30超えないとやっぱよだれってそんなに出てこないから。じゃあもうアイドルちゃうわ。アイドルのおばさんタレントだよね。うん、後期やね。で、自分なりに分かった芸能界ってこういうこと、うん、自分が異常に面白くて笑いを取れれば少々生意気でもいいが、つまらない人間ならせめてヘコヘコすること。ヘコヘコしてんの。寂しいな。ヘコヘコはしてます。だってそんなこの業界も本当に先輩が面白いから、うんうん、そこにかなわないんですよ、うん、こっちも徐々に成長はしてるとは思うんですけど、うん、やっぱり先輩も成長するんですよ、これ信じられないから。ほんまやな。青天井なんですよ、もうな。天井がないから終わる。まだ吸収しようのかってな。そう、うん、こうなったらもう差は縮まることないから、うん、他の人と比べられた時に、ああちょっと腕がこう足りないなっていう時もあって、その時にやっぱりもうヘコヘコさえしとけば、うんうん、まあこのぐらいのヘコヘコしてるやつの笑いの量は取ったかなっていうぐらいで終われるっていうことはある。そういう意味ですね。そう、終わってからの心のケアやなこれ。そうですよね。スタッフさんも、もうそのぐらいはヘコヘコしてくれればね。まあ全然今日の仕事ぶりでいいですよっていう、うん、そういうことですよね。こういうのなんかよく聞かれることもあるけど、なんかこう分かったように自分が喋ってて、うん、いざちゃう現場行って、うん、そのあの時こうせなあかんねんっていうミスをやるもんね、自分も、うん、自分もやるやん、こんな風にしてやれよとかって、うん、絶対前に出なあかんぞとかって若手に言ってたら、次全然自分前出られへんみたいなのあるやん。ほんまに繰り返しやもんな。そうなんですよ。できてたやん昨日。うん、なんと1本目の番組でできてたのに、なんで2本目赤うなんねんみたいな。あります。分かんないですよ。もう本当にプロ野球のピッチャーとかと同じで、もうどんなすごいピッチャーも先発で、うん、いきなり1回に5点とか取られる前剣とかもあったよ、カープの。あります、あります。なんでそんなになるのって言っても、やっぱ同じ感じで言ってもダメな時はダメ。あの同じ番組でもない、なんかオープニング喋ったらやたら受けてて、うわやった今日すごいええ感じやと思った。なんか中盤ぐらいから滑り出すみたいな。そうそうそう、あれって俺何言うても受けてたのに、あれなんだ俺のこと受けようなってきたみたいな。暴落した。やばい。結構あるんですよ、すっごい絶好調でも一回ある、うん、滑ったことで、うん、次の一言が急に怖くなるって。あるで、その次結構面白いこと言ったつもりでも、やっぱもう、うん、
なんかお客さんがいる番組とかだと、うん、なんかさっき滑った人だなみたいな感じで見てくるんですよ、うんうんうん、染められてるなって感じちゃう感じ。そう、それがもういい、うん、怖いですよね。だから次の一言確実に取らなきゃいけないとか思い始めるんです、うん、取り返さないとって、うん、そしたらもう前に出るチャンスもうなくなりますから。だから一発目オープニングとかでホームラン打っちゃうと、うん、それ以降ガチガチになっちゃうんですよ、ね、それを超えたのが出ないと観客も納得しないし死にすぼくになってくるから、自分の仕事してへん感じになるよね。だからもう結局ヘコヘコするしかないヘコヘコに行くの。だからいいのはずっとオープニングからケツメタンダをポン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 って打ってる方がなんか満足度高いんだよね自分の。そうだね。あとそれまでは振らずにいて、うん、エンディングでホームラン打つっていう、うん、エンディングの高いずるい気するけどな。ハードルを下げて、うん、振らずに振らずにずっと見てて、うん、最後ホームラン打てば、うん、なんか仕事した感じで帰るよ。放送には乗りにくいけどね。乗りにくいですよ。あれもない、まあ、全然喋れてないわと思って、うん、よし頑張って前に出ようと思ってガーって出たけど、あそんな面白くなかったなったら、うん、横におってあんま喋れへんかったやつが、うん、いやお前喋ってへんやんけっていうツッコミですげえウケてる時に、あともうちょっと待ってろ待ってなかったってで、あるわあるよね。ちょっとあるのが大人数なので、うん、そいつが、うん、あのお前まだ一言も喋ってないやって言われたけど、俺も一言も喋ってない俺はいじられもしない一言も喋ってないやお前が言うなよああ俺は喋ってないことも気づかれてないっていうぐらいの切ない切ない感じ、うん、ないでしょミュージシャンではそんなのは。てっちゃんありますかそれ客のノリが違うなお客さん今日はってこっからもう一回盛り上げ直さなあかんのかって。あ、そうライブでーわーっとオープニングからガーッと盛り上がったけど、まあ、なんか中盤からちょっと来てないなみたいな出てきた時キャー言うてたのにこの人らってあでもまあねえ優しいからね何言ってもそうか受けてくれ受けてくれるし今日無金歩全然受けへんなって無金歩あ言わん方が良かったっていう時とかないですか。いや何言ってもね優しいね優しいですね。そうか試されてるなっていう時ないねや。ゲストで呼ばれてあれ今日ちょっと頑張るかなっていうのなんかそうフェスとか出るとあお客さんがいろいろ違うから、うんうん、多少ありますけどね試されてる感多少前のバンドよりもちょっと盛り上げようみたいな前のミュージシャンよりもそうその時のやる方法ってあるんですか。その時はもうちょっとよだれ多けめよけめよだれでキャーキャー言われてるわけじゃないわ動きをつけるとか、まあ、でもなんやかんや、まあ、優しい優しさにそうかお客さんやもんな音質育ちというか、うんそうか、まあ、俺らみたいなお前おもろいのかいう感じのスタッフじゃないからいやお客さんだから別におもろさがいらない、うん、これ笑いに関してが特にそうな部分じゃないですかこれ、うん、そうねもうなんかそういうメンタルの人が多いんかもね芸人にあ、うん、気にしすぎなのかね気にしすぎな人がね、うん、でもう一個書いてます、うん、自分なりに分かった芸能界ってこういうこと田中さんの意見です芸能界はマラソンとにかくトップを取れなくてもずっと20位から30位ぐらいで65歳まで駆け抜けてゴールできたらそれでもうすごいずっと出ている井森美幸さんや野々村真さんが最強いやごもっともやな、うん、いやほんまやで確かにいやこれはやっぱり誰か先輩か誰かに言われたと思うんですけど、うん、もう芸能界なんてもうマラソンで、うん、まずテレビ出始めたらスタートなんですよ、うん、で途中でリタイアするっていうこの、うん、消えてしまうのがもうちろんありますよね。これがもう参加できもう一回参加するとか非常に難しくなることでなるほどなるほどそれが一発やって方だ、うん、で、ね、もちろん首位争いをする人っていうのはすごい、うん、もちろんすごいそれはできればもう最強だと思うけど、うんうんうん、全部終わって20位から30位ぐらいでゴールした人もうわ完走したねすごいねっていう評価なんですよマラソンってずっと走ってたねって、うん、え2時間え40分いや全然いいよ、うん、完走賞はあげるよっていうことだと思う、うんうんうん、そのくらい厳しいじゃないですか芸能界って確かにそうですよ次から次へと新しい人がね出てくるところですからね総選挙でもそうですか総選挙でも20位30位のところが一番怖いってこと総選挙はね短距離走なんですよ
おう、どうですか、どうですか、競技が違う、どうですか、それさやね、いや、どうですかね、言っちゃえばもう、でもバッとやって始まって、うん、バッと結果が出るじゃないですか、うん、でもその1年間努力するべきなんですよ。あ、その選挙が全てじゃないですけど、その1年間自分が何してきたかで変わってくるので、それはそうなんですけど、大会は、うん、あっちゅう間に終わるじゃないですか、まあそうですね、始まって終わる、うん、で芸能界の大会ってもう、はい、自分が参加した日がスタートで、テレビ出始めたね、ゴールは自分が引退するまでなんですよ、うんうん、ないね、仕事がなくなるか、そうなんですよ、そうやな、辞めるって引退するからね、そうなるともう本当にトップを走ってペースが乱れてガーッと落ちていく、もうそれこそ一発屋の感じだとそうじゃないですか、うん、ブワーンペース乱したせいで離脱してしまう、うんうん、でも一発屋ってグループがなんか出来出してるけどね今ね、そう別でそのリタイアした人ね、うん、あ、お前らまだ走ってたのみたいな、そう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 、うん、あれ面白いね、あれはあれでね、うんうん、いやこれは先輩に言われた言葉なんですけど、へ、うん、それをアイドルグループに自分の言葉として言おうとしてる、いや俺から教えれることなんてないから先輩の受け入れですよ、全部、アイドルもそうですよね、アイドルがゴールじゃないですもんね、まあそうですよね、引いてみるとやっぱ芸能界の中のレースにこう参加しなきゃいけないわけじゃないですか、どうですかそれさやね、深い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 、何今可愛いと思った、可愛い、レバギュってやる、可愛い、可愛いくれたよ、可愛い今深いってやんねや、へーへーへーっていうあのヘレボタンみたいな感じやトリビアみたいなことやんねや、アンケート、アンケート以上です、また田中さんのね、はい、アンケート抜き打ちでやりますんで、やめてもう恥ずかしいよ、偉い今日真面目なやつばっかりだった、勉強になりましたいや、ちょっとあのすごい、他にもまだびっちり書いてますんで、びっくりしました、誰もこれ持って帰って、めっちゃこれ家で読みます、いいよ、そんな勉強なんないから、すごい勉強になります、全部人の言葉やけど、そうそう、受け売りだからね、この番組か、この番組かでございます、さあ、じゃあさやねんの曲いきましょうか、はい、それでは聴いてください、 AKB48 で翼はいらない、いよいよ暑い夏がやってきます。長島ジャンボ海水プールは今年も7月2日にオープン。波の出るサーフィンプールはもちろん、6人乗りメガスライダー、ブーメランツイストも見逃せない。さらに今年は世界最大級のウォーターアトラクション、ジャパンが新登場します。お子様やご家族で一緒に目いっぱい遊べる超大型の複合水遊びエリア。長島ジャンボ海水プールは7月2日オープン。ぜひお出かけください。 NMB48 の山本彩香です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。さやねんをムキンポしよう。ムキンポこのコーナーはなかなか動じない冷静なさやねんをあたふたさせて感情をむき出しムキンポしようとするコーナーです。山本さんぜひムキンポしてください。ムキンポおいおお来ております。名古屋市は北区、ラジオネームドヤミナリスペクトさんからいただきました、最近 AKB メンバーの中でさやねんの歌真似、365日の紙飛行機の冒頭部分が流行ってますよね。そこでやる月メンバーのダーリオにもぜひさやねの歌真似に挑戦してもらいたいです。あら、モノマネのコツは本人に聞いてくださいということです。こういうの流行ってるんですか、なんかよくその私のパートのフレーズをみんなが私の歌声の真似って言って歌ってるのはよく耳にします、ね、そうなんや、それ いじられてるってこと、どうなんですかね。指原さんが初めにやりだして、うん、似てるってなって、結構なんか私の声が特徴的みたいで、ちょっとなんか本人に聞くのもあれやけどどんな感じでやってるんですか。普通の自分の声なんですけど、うんうん、はい、朝の空を見上げてっていう、朝のみたいな空を見上げてみたいな、あの朝ドラの曲だよね。そうですそうです。あそこはさやねんが歌ってんだ。そうです。知らなかった。あの曲のセンターなので私が。ああ。
確かに。いや、知らんの、今衝撃受けた。何回も聞いた。知らないんですか。うん。いや、いいよ、いい朝っぽい感じでいいなっていうの、友近さんと話してたの。あの曲って朝っぽいし。朝って言ってるからね。うん。朝の空。てか、朝ドラに。すごいぴったり合う曲だよね、うん、朝言うてるから友近さんと喋ったの友近さん出てるじゃん出演されてるからそうですね、そうそうそう嬉しいですそれダーリオにモノマネ私すっごいモノマネもそうなんですけど歌うめっちゃ下手なんですよだからモノマネ以前の問題なんですけどいやできるでしょ顔でかいから違いますよだから歌う仕事とかできないやってみようやってみようよここが広がるかもしれない、うん、じゃあもう一回いいですか、はい、朝の空を見上げて朝の空を見上げていやいやそんなではないよちゃんと真剣で結構真剣せーねじゃあ浜口さんお願いします朝の空を見上げて似てはないですけどこんな感じ似てない朝の空を見上げて田中さんお願いします朝の空を見上げてもうぐちゃぐちゃもう変わってきてるやんいやいや真剣だった俺が一番だったよ朝の空を見上げてこうやってやってんの、うん、こうやってやってんのこんなにやられてる指原さんちょっと似てるんですよねでもあそうなの多分私息が多めなので声がはあ、はあ、どうやってやったらいいんやろ特徴的にちょっとっなんて言うんですかね息多めの吐息じゃないですけど、うん、ぽい本当は喉に良くないんですけどあんまり、うんうんうん、歌い方どんなの吐息と声ですかあそれをちょっとはいバカにしてるじゃん。違う違う。違う違う。吐息で歌おうとしたら声が出ないよ。吐息に声も乗せるんだよ。難しい難しい。うるさいな。難しいですね。空を見上げて全然似てないよ俺何回も聞いてるけどその曲一緒じゃんいや全然似てない全員誰も朝の空を見上げて森進一さんじゃんひどいひどいねひどい全員ダメ朝指原の聞きたいぐらいだ指原さんの聞いてみたいなそれがなんか特徴捉えてんねやろな誰が一番似てた今の中ですか、うん、無理でしょ無理でしょ自分の声を審査せなかったけど似てる人なんていなかったもんひどいですね続きましてラジオネーム、はい、シンガーソングシンガーさんからいただきましたあっぱれ月の皆さんこんばんはこんばんはさやねえのムキンポですが今アリナミン企画のオツですソーシャルちゃんというのがありますうん、待っての、自分の名前を入れてジャンルを選ぶとさやねがその名前とともにジャンルについてのアドバイスを喋ってくれるというものです、はいはいはい、くじで説明するのは難しいんですがその喋っているさやねは天使のような格好で標準語です少し慣れなくて照れくさそうに喋っているのがとても可愛らしいです、うん、あらぜひ皆さんで見てさやねをムキンポにしましょうあらえ何なんそれ全然わかんないオツですソーシャルちゃんですアリナミン企画の CM に私が出演させていただいてるんですけど、うんうん、そういうのウェブ限定ムービーみたいなのがあってそれでこうなんかジャンル選んであの名前を選べて、うん、自分の名前に近いやつとかそのままの名前とかで自分に言ってもらってるみたいな感じに、うんうんなるほどちょっとそれをタクちゃんで、うんやってみました俺音声はですね放送はできないので田中さんにはヘッドホンで聞いてもらいます、はい、皆さんもね、やってみたかったら自分でやってみてください。あれが入ってんだ。タクちゃんタクちゃんバージョン。タクちゃんバージョン。はい。やったタクちゃん。やりました。何パターンか撮ったんだ。結構撮りましたね。ある。あタクちゃん、ね、もう登録されてるわ。うん、これでいろんな言葉選べるんだ。しんちゃんあったかな。覚えてない。アリノさん。個人名すぎるやろ。たまにすごいピンポイントだったりするんですよ。あアリノさんあるかなじゃん。絶対関係者じゃん。あ、どうなんですかね。あだ名っぽいやつとか。うん。ブー言うてるで。大丈夫。なんかテンションブー言うてるで。ビュー言うてるけど、今田中君が聞いております。あ、長い。聞いてどう？めっちゃいい。気持ち悪い。いや、これ本当に俺の名前言ってくれ。な、全パターン取ったの？いっぱい取りました。すごいよ。でもしんちゃんはあるかどうかわかんないんだって。
タクちゃんって言ってくれた。有野さんある？有野さんないやろ。有野さんないかな。マー君は？あ、マー君あった気がします。言うた？あの、すごいブランコに。山根あるでしょ、山根。山根。山根頑張って。山根って言った？山根は言ってないです。あ、言ってないの？言ってない。多分ピンポイントすぎるやろ。全国の山根を待ってるのに。で、うん、ブランコに乗って、このブランコのこう手すりにもチェーンで、ね、てっちゃんはてっちゃんチェーンがツタがついてて、もう天使がこう、あらま、ああツタのブランコに乗ってる感じ。そうそうそう、てっちゃんあったら、ちょっとてっちゃんあった、てっちゃんあった、てっちゃん、え、てっちゃんさん、聞いてみましょう。やった、てっちゃんいいな、上がるな、てっちゃん。出川さんみたいな。イヤホンつけっぱなしで、もう映像も、映像も出るんだからね。おい、ほんまや。おい、てっちゃんに映像言うな。出るんだからねって。出るんだよ。タヌクちゃん。てっちゃん。あ、かわいい。今見えた。お、あ、アップなった。恥ずかしい、これは。なんかね、鼻のなんか、そうなんですよ。つけて。標準語で、はい。どうでした、てっちゃん。てっちゃんって言われた。あ、いいな。言ったことないもんな、てっちゃんって言っていいよって言っても、この現場では。その中では。まさか、どうだった、どうだった、てっちゃんって、うん、本当に恥ずかしがるから、ね、そういう、じゃあ無理やったらどうだった、田中って、絶対田中、なんだよ、俺だけちゃ何も言えちゃってさ、ちゃか、ちゃか、一回ちゃか出した、どうだった田中じゃないんだよ、ちゃか出したと、俺だけ嫌いになってんだよ、どうだった田中って、はぁーって言わなきゃいけない、あー、わかりましたって言って、恥ずかしい、これ現場で見られるの恥ずかしい。自分も見たことないんで。ああ、そうなんだ。恥ずかしいです。家臣はもうしゃあないよ。家臣ね。可愛かった。いや、まあ可愛い、相当可愛いよ。みんなでもいっぱい名前あったから、うん、全員あるんじゃない？何個ぐらい名前？何個ぐらいですか？100個ぐらいはあるんじゃない？わ、そんなことあるよ。だいぶ頑張ったな、これ。そうですね、結構。へえ、皆さんもね、自分の名前があるかどうかやってみてください。さあ、あすさきをダリオ、はい、このコーナーではさやねえを無金歩できそうなメールをお待ちしております。メールアドレスはやるげつアットマーク mbs1179.com やるげつアットマーク mbs1179.com yarugetsu アットマーク mbs1179.com までお願いします。アンガールズ田中です。山根です。MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。あっぱれ月曜メンバー VS リスナー超イントロクイズファイナル、イエーイ、おお、イエーイ。さやねえを無金歩しようのコーナーで盛り上がりましたイントロクイズ、あっぱれ月曜メンバーとリスナーの皆さんで戦ってもらいます。しばらくやってきましたが飽きたので今週で最後になります。、はい、でファイナルです。はい、戦う方法はあっぱれ月曜メンバーとリスナーの正解数の対決となります。はい、うん、先々週リスナーに5問のイントロクイズを出題しました。リスナーの正解数が全問正解ならあっぱれメンバーも全問正解しなければいけません。わかりましたか？はい、はい、では先週のリスナー問題をもう一度聞いてもらいましょう。イントロ5曲どうぞ。でした。うん、ということで、1曲目は、はい、ダパンプのラブソディ・イン・ブルー。2曲目はこちら、はい、スタンダードでステイ・グライス。3曲目、はい、ブルーでガッツだぜ。これは分かった。4曲目、あー、はい、分からんかった。原俊彦さんでハッとしてグー。5曲目、あーザードでマイフレンドでした。あー、分からんかった。今回リスナーの皆さんで3問正解しましたので、お、全問じゃなかったんだ。全問いなかったですね。2と4だけでした。3曲目がいなかったんですよね。あ、2と4がいなかった。ハイスタ、ハイスタ、難しいですね。トシちゃん難しかったみたいですね。で1問でも正解した方の中から抽選で1名の方に、あっぱれメンバーの落書き入りクオカードをプレゼントします。今回の当選者は大阪市のコクマロさんでした。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、ここからが対決です。出演者の皆さん用には超イントロクイズを用意しました。 NMB48 ラルクアンシエルおにゃんこクラブ1995年から99年のヒット曲を合わせて全部で5問出題します。
リスナーが3問正解しましたので、メンバー全員で協力して3問以上の正解を目指してください。はい、3問答えられなかった場合は罰ゲームがあります。うんうん、ダーリオはみんなが正解した時にすごいを連発するのはこのコーナーの仕事です。絶対すごい言わないからな。もうファイナルやからね。そうですね。頼むよ。最後だ、うん。頑張ってくださいね。はい。ダーリオに頑張ってくださいって僕は言いました。頑張れよ。では1問目。超イントロムキンポドン。うん、ギターだよ。あー、ラルクや。それよう聞きますね。毎週聞きますよ。よっしゃ、ラルクや。ラルクや。絞り出さなみたいな感じでね。流行語になる。あー、ラルクや。いいことやな。どうだどうだ、出るか出るか。イグジスタンス。あ、正解。正解。正解。一問正解です。すごい。じゃあ次、2問目、超イントロムキンポドン。あ、あれだ、シーナリンゴの本能。よーっしゃー、うるせえ、うるせえ、うるせえ、あ、何ですか、ダリオ。これはすごい。おー、すごいよね。褒められた。すごいよね。これはすごいよね。じゃあ3問目です、超イントロムキンポドン。分からんわ。全部ガッツだぜやな。 NMB ですかね。おお、どうだ、電車降りる。おお、すげえ。もう正解。なるほど、すごい。低いな。すごい、思ってるより低いな。すごいな。いや、本当に皆さん本当すごいと思います。じゃあ4問目、超イントロムキンポドン。じゃじゃん、じゃん、全然わからん。はい、じゃあもうちょっと長いのいきます。超イントロムキンポドン。お、あ、パフィーのこれが私の生きる道。うわー、パフィーアンバルのコンビネーションみたいなやつ。いいね。よし、すごい。じゃあ最後5問目、超イントロムキンポドン。なやこれ。全然分からへん。でもバランス的にはおにゃんこですよね。おにゃんこかな。おにゃんこでしょ。何やろ、分からんな。おにゃんこですよ、天口さん。じゃあ5問目のイントロムキンポドン。いや、知らん。これ知らんわ俺。答えこちらです。あー、かしこ。かしこ知ってるじゃないですか。でもあの、これごめん、あんま聞いてなかった。あ、イントロのイメージがない、うん、後ろ指刺され組やな、うん、ということで4問正解。あ、やったかった。ゲームなしです。よっしゃ、おめでとうございます。どうですか、ダリオ、これは。いや、これ本当に、うん、私の中でこのイントロをこれだけわかるっていうのは、うん、なんていうんですかね、演習率全部言えるぐらいの、そのありえないぐらい。ありえないぐらい。全部ありえないの。なんか全部言えちゃうの。ありえないぐらいのとこなんですよ。そういう意味、ありえないことです。そこはいいでしょ。異業、異業です。全部言えるのがないから困ってんの。3って言えるぐらい。3にしたいの。 3.1592653 ってあるんだから。演習率全部言えます。ないのよ、終わりが。ないから困ってる。全部言えます。以上、あっぱれ月曜メンバー VS リスナー超イントロ無金法ファイナルでした。内田理央です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。さあ、エンディングでございます。はい、はい、ね、来週はじゃあ選挙のどうなってるかみたいな話はそっちにしましょうよ。うん、世間的にはもう出てますけどね。そうですね。ちょっと我々的にはまだなんで。変な空気になんなきゃいけないですよ、ね。痩せはしないですよ。我々ちゃんと順位も予想してますんで、はい、どうなったかみたいな。そっちが結構気になります。どういう風に見てくれてたのかってこと、みんなが。なんかね、語彙って書いてたら、うん、あーみたいな。速報より下がると予想してたから。そういう人もいるかもしれません。いるかもしれないよ。さらに傷つくみたいなことがあるかもしれませんので、それは来週にしましょう。はい、はい、はい、よろしくお願いします。します。ね、あとダリオの唇吸うやつやったっけ。あ、はい、そうだ。高いの、あれは。あれ
どうなんですかね。でもドンキとか、売ってんだ。ドラッグストアで多分売ってると思うんですよね。だから多分。あれ田中が興味持ち出したよ。1000円2000円ぐらいで買えるんじゃないですか。あ、安い。吸われるの？口を？うん。俺ビロビロにしてどうしよう。ビロビロみたいなのええやろ。唇ビロビロ漫画みたいになるな。伸びきるの唇が。唇ドローンってなって伸びないよ。したらもうどうすんの、喋れないし、よだれもずっとそれを伝って降りてくれない。唇汚い。コンプレックスがまたさらに増える。ポタポタポタ。さあ哲也さんからお知らせがあるということで。はい、僕哲也の誕生日のライブが決まったんですよね。え、それまだ情報解禁してない。先週聞いたんですよ。え、バースデーライブでしょ。それまだ情報解禁前。言ったあなたが先週言ったんですから。フライングフライング。え、情報解禁じゃないってそれ。一応もう一回言ってくださいよ。じゃあちょっとこれはびっくりですよ。え、何ですか。僕のね、はい、バースデーライブが決まった。なんで田中先言うねん。いや、カットしてもらうな。10月3日、はい、赤坂ブリッツ、10月5日大阪ビッグキャット、うん、10月の6日名古屋ダイヤモンドホール、うんうん、これ全部平日やん。自分のライブでしょ。大丈夫で平日でも。大丈夫かな。誕生日やしょうがないでしょ。誕生日は誕生日なんですか。僕3日が誕生日なんですか。はい、僕3日が10月3日が誕生日なんです。はい。3日の月曜日はね、まあ、うん、当日なんでしゃあないとしても、あとは土日にしてみて。近い方がいいじゃないですか、みんな。独り言聞こえるわ。近くで祝いたいじゃないですか。いや、独り言すげえ聞こえるね。だから、1、2、3にすれば、土、日、月。ほら。あー。いや、でも誕生日来る前にやるわけにいかないじゃないですか。そうですね。来てからやりたいっていうのがあるから。うん、それはもう事務所とも見てくださいよ。平日でも来ますってみんな、うん、ぜひあの皆さんよろしくお願いします、はい、あとあのシングルが9月の7日にリリースになります、はい、メイクアウィッシュとタイムゴーズオン泡のように2枚同時リリースになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さあというわけで、今週も以上でございます。そろそろお別れです。この後は NGT48 北原理恵今北ラジオやってますもお聞き逃しなく。今夜のお相手はこの浜口と有野とアンガールズ山根とアンガールズ田中とナルクアンシエル哲也と内田理央と NMB48 の山本彩香でした。また来週、さよなら。さよなら。でも NGT48 北原理恵今北ラジオやってます。この番組は北原理恵が今だからできること、今だからやってみたいこと、今の北原理恵が興味のあることをお送りしていく番組です。さあ6月も後半ということはですよ、いやまあ自分からはさすがに言わないですけれどもね、もうすぐすごいみんなにとっての大事な人の大事な日が来るんじゃないかなっていうところですよね。まあそんな感じで今週はどういった感じで、まあ、このラジオが進んでいくか、私も皆さんと同じくらい今日は実は楽しみにしていて、まあ、今日はある方の、まあ、誕生日企画みたいな噂を聞いてますので、ちょっと楽しみにしたいと思います。この時間はベストモバイルアプリケーションプロデューサー BMAP の提供でお送りします。さあここでなんとある人からコメントが届いているそうです。誰でしょう、早速聞いてみましょう。どうぞ。 AKB48 チーム B、 NGT48 チーム N3 の柏木ゆきです。りえちゃんお誕生日おめでとう。あらすごい、25歳ということで、まあ、同い年だけどもりえちゃんの方がちょっと先に、一つ年を重ねたということで、さらに大人になったりえちゃんが見れるんじゃないかと期待しております。私とりえちゃんは、まあ、NGT48 で一緒に活動してるんですけども、うん、まあ、りえちゃんはとにかく心の優しい、本当に先輩からも後輩からも同期からも慕われている、見てていつも羨ましいなと、リエちゃんみたいに人に慕われる人になりたいなと、いつも思いながら周りに馴染むリエちゃんの凄さをいつも間近で見ております。でですね、まあラジオといえばの、私4月からあっぱれやってます。水曜日のレギュラーメンバーでやらせていただいてるんですけども、リエちゃんは今来たラジオやってるということで、リエちゃんがなんかその
あっぱれやってます水曜日を、うん、ゆきりんが休んだら私がいけんじゃないかみたいなことを言ってるって話をスタッフさんから聞いて、次のクールは私じゃないかなと思って、私もぜひ今来たラジオに遊びに行きたいなと思ってるんですけども、あっぱれやってます水曜日はなるだけりえちゃんが出れないように休まないようにしたいと思ってるので、万が一休むことがあったらもしかしたらりえちゃんにお願いするかもしれないですし、まあ、その辺もお楽しみということで、まあ、これからもぜひね NGT48 と同じメンバーとして仲良くしていただけたらなと思っております、うん、改めてりえちゃん本当におめでとう、柏木由紀でした。あら、ありがとうございます。豪華じゃないですか。これはコメントとか届いたの初めてですよね、このラジオで。嬉しい。それがなんと今一緒のグループでね頑張ってる、そして同い年のゆきりんからということで嬉しい。ありがとう、ゆきりん。もうゆきりんより先に一つ大人の階段を登らせていただきます。もうゆきりんはね、さっきも休んだら代役、休んだ時の代役をりえちゃんが狙ってるって言ってたんですけど、もう休んだ時の代役っていうか、次ゆきりの次の底の席は私が狙ってるっていうか、もう休んだ時の代役どころじゃないです。ゆきりんをこう引きずり、まあちょっと言い方悪いですけど、引きずり落としてそこのポジションに行きたいって私は思ってますから、まあとか言いつつも今本当に同じグループとして、まあ NGT で一緒になる前からゆきりんとは実は結構親交が深くて、めちゃくちゃ大親友になるわけでもなく、まあでも疎遠なわけでもなく、なんかすごいいい関係でずっと歩んできてると思うので、ちょっとこれからもこのいい関係がずっと続くといいなと思ってます。ゆきりんありがとう。ゆきりんもあっぱれ頑張ってね。そして今来たラジオにも、もう気が向いたらぜひ遊びに来てほしいなと思います。もうね、リスナーのみんな待ってますよ、よろしくお願いします。さあ続いて、ここからはある企画に挑戦してもらいます。題して25歳ハイアンドローン。はい、北原さんが誕生日を迎えて25歳ということで、いろんなジャンルの有名人が過去の出来事においてその時25歳より年上だったのか年下だったのかを予想してもらいます。問題は全部で5問です。3問以上正解すればご褒美としてケーキを差し上げます。やったー。でご褒美としてじゃなくて、もう普通に誕生日だからケーキ出してくれてもいいんですけどね、うん、まあ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 、ケーキ目指して頑張ります。では行きましょう。第1問。アイドルとしての大先輩松田聖子さんが長女の神田沙也加さんを出産したのは25歳より年上おは年下。ハイアンドローってことですね、完全に。これね、私確かすごい実は若かった気がするんですよね。年下。やったー。ほらー、こういうなんか意外でしたみたいな、私そういう裏まで読んで問題答えるタイプですからね、言っときますけど。じゃあ続いて、あ、正解はちなみに24歳。信じられない。ちょっとそういうの聞くと焦っちゃうな。さあ、じゃあ続いて第2問。尾田栄一郎さんが北リエも大好きなワンピースを週刊少年ジャンプで連載スタートしたのは25歳より年上は年下。尾田先生は今いくつだったっけな。でワンピースがもう、あ、でもワンピースちょっと前に10周年だったか。年下で、イエーイ。正解は22歳。若い。22歳からこんなに考えてたなんてちょっと信じられない。本当に天才ですね、尾田先生は。それにしてもやっぱケーキとかがかかると私全く容赦しないっていうねところありますから、絶対もう3問連続正解でケーキ食べたいと思います。では第3問。 JK ローリングさんが私も大好きなハリーポッターシリーズの第1作ハリーポッターと賢者の石を発表したのは25歳より年上は年下。確かもう母だったんですよ、もう1作目を発表した時には。でなんかカフェのなんか結構生活が苦しい中カフェで書き上げたのがハリーポッターと賢者の石みたいなイメージがあるから、年上。やった
は32歳。やっぱり、いやーよかったです。あ、ありがとうございます。何ですかこれは、ちなみに。なんか有名などこどこのみたいなやつなんですか。え、別にそうでもない。え、もうちゃんとして、お高いやつ用意してくださいよ。嘘です。じゃあ最後にちょっと一口食べて感想をお伝えしてお別れにしましょうかね。いただきます。うん、あ、美味しい。あ、なんだこれ、シナモン、ちょっと大人な感じの。でもこれケーキの種類とかのあれが分かんなくて伝えられない。見ている人、聞いてる人に伝えられないんだけど、ケーキっぽくない見た目のケーキで、シナモンの味が強い感じのケーキです。というわけで、25歳の北原理恵もどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。この番組では皆様からのメールをお待ちしています。メールアドレスは今北アットマーク mbs1179.com です。それでは来週も皆さん25歳の北原の放送お楽しみに。以上 NGT48 北原理恵でした。また来週。